皆様いつもお世話になっております出がらしです。今回はノブリッチさんから発売されました新しい偽装素材ですね、スクリーンカモセット SC1 のご紹介になります。こちら価格の方がですね29ユーロ約3800円となっております。送料が18ユーロかかりますので単品で買ってしまいますと、6100円程度のお値段になるかと思われます。それでは中身の方を見ていきましょう。中にはですね、まず最初にタイラップですね。タイラップの方が5パック入っておりまして、500本のタイラップが入っていて、で肝心のスクリーンはこんな感じで、全部で6色入っております。で皆さん気になるところはですね、このスクリーンが、リカバーサルトリアリストから発売されているハロスクリーンと比べて一体どうなんだっていうところだと思いますので、そちらの方を比較して、見ていきたいと思います。はい、それではですね、右側が SC1、 左側がハロスクリーンになります。ハロスクリーンの方はグリーン系のスクリーンが4色なのに対して SC1 の方がですね、グリーン系が、3色ですね。で次にブラウン系のものが3色合計6色の構成になっております。価格の方はですね3800円と、こちらの方が5500円となりますので、価格と、量で見ていくと SC1 の方がいいかと思います。では次に色を比較していきたいと思います。だいたいですねハロスクリーン、この上の2色濃いグリーンとこっちのグリーンかな、この辺がだいたい同系色ですね。これとこれで、あとハロスクリーンの方はもうちょっと明るめのグリーンとちょっと青みがかったグリーンもあるんですけれども、こっちの色は SC1 にはないですね。続いては質感を見ていきたいと思います。ハロスクリーンの方はですね、こういう薄いメッシュ生地になってるんですけれども、SC1 の方はと言いますと、これもまた薄いんですけど、ハロスクリーンよりさらに薄いですね。メッシュというか、もうもはやストッキングみたいな感じですね。こんな感じで見えますかね。なんで非常に1枚だと色が出ないです。ハロスクリーンだとこれぐらい、 SC1 だとこれぐらいで、このようにちょっとくしゃくしゃっとしてこんな感じで使うと思うんですけど、1枚だとこんな感じですね。で対してハロスクリーンだと1枚でもこんな感じでしっかり色が出ます。こんな感じで使うのであれば、ハロスクリーンと同じようにしっかり色を出すためには2枚でもまだちょっと薄いですね。同じ色を3枚重ねてやれば、はい、これぐらいしっかり色が出ます。なんで金額的には SC1 の方にアドバンテージあったんですけど、こうやって色をしっかり出して使うってなるとハロスクリーンの約3倍の、3枚重ねなきゃいけないんで、ハロスクリーンより3倍、布が必要になってしまうという結果となりました。まあ、薄いなら薄いなりに、使い方あると思うんですけれども、ハロスクリーンと同じような使い方をするのであれば、3倍布が必要になっちゃうんで、結局はハロスクリーンの方がいいかなっていう感じですね。
はい、では次に取り付け方法なんですけれども、私がハロスクリーンを使う場合はだいたい縫うようにして使ってます。こんな感じですね。よいしょ。こんな感じで使うんですけれども、に対して SC1 の方はですね、目が非常に細かくて、で、対して付属のタイラップがこのような、まあ普通のタイラップなんですけど、こんな感じになっているので、重ねちゃうともう全然通りません。そうですね、1枚でやってギリギリ通るかなって感じですね。1枚だったら通りますね。試しにやってみたんですけど、ハロスクリーンの付属のタイラップ、先が細くて薄いものですね。で、SC1 の付属がこっち。で、これでやれば、3枚 SC1 重ねた状態でもちゃんとこういった付け方ができました。なので、SC1 の付属のタイラップ使うんであれば、縫うやり方よりこうやってまとめて取り付けるっていう方法しかないかなと思います。こんな感じですね。で、ちょっと立たせて。うん。こうなると思います。それでは、最後に、買ってみた感想なんですけれども、単純にハロスクリーンに置き換わる商品というわけではなかったですね。ですけれども、ハロスクリーンにはない、こちらのブラウン系の3色が含まれている点や、ハロスクリーンよりさらに薄い点ですね。より、薄くてぼかす効果が高いっていうところが魅力かなと思います。私が使っていたものですと、こういった化繊絨毯をほぐして綿状にしたものもですね、ぼかし効果として、取り付けていたんですけれども、これではなくてですね、今回の SC1 を使えばより簡単に、ぼかすことができるのではないかなと思います。こんな感じですね。より薄いので、奥にある造花が十分わかるんですけれども、これ1枚あることによって造花の輪郭なんかをぼやかす効果が期待できます。こんな使い方もありではないかなと思いますね。では次回はですね、こちらの SC1 使って実際に何かを作って、そちらの方を比較していきたいと思います。それでは皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。